話を聞いてきました。それをやっと形にできる3期目、しかし厳しい選挙です。しっかりときっちりとやってまいりますので、ぜひとも投票に行っていただきたい。まずは私は介護の、父と母が営む小さな中小企業の会社で育ちました。その中で制度政策が変わるとともに、それぞれの利用者さんが振り回されている様子、また、会社の経営のことなどをですね、つぶさに感じまして、これが原因がですね、やっぱり政治がしっかりと現場が分かってないからだっていうことを感じたことが一つ目。二つ目が、ちょうど社会人になろうとしている時にありました東日本大震災でございます。ちょうどこの動画のタイミングでは、あれからもう3月1日を過ぎているかと思いますが、この時のことは忘れられません。とにかく地元に対する思いが強くなりました。私たちの地域でも同じようなことになってしまうのではないか、そのためにはやっぱりしっかりと地方自治が大事なんだろうと改めて入間市、生まれ育った入間市をなんとか良くしたいというような思いで市議会議員に立候補を出しました。道路の新設と合わせて、この県道の問題どうしたらいいのか、交通渋滞しっかりと考えてまいりたいと思います。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、今考えられている唯一の最善の方法がこのワクチン接種です。入間市でも集団接種と個別接種、人を集まって打っていただく場所と医療機関で打っていただく場所、今地元医師会に掛け合って集めているところです。ストレスなく打っていただかなければいけない企業なんです。ですので、このワクチン接種ももっともっとスムーズに進められるように、私の福祉の現場経験、それから医師会との連携、今こそ生かすこと、そんな思いで、この中緊急事態宣言下の中であっても、皆さんにこんなに重要な選挙なんで